主張されたいことなんで、そういうことってまたちょっと別にシンプルな質問として、今あの理事長に就任をされて、で学校のその校舎そのもの、うちそのものが現状今どういう状況になってるのかっていうことを教えていただきたいんです。校舎そのものでしょ、学校でしょ、御堂の国って小学校ですよね、はい、校舎そのものそのままですよね。幼稚園で小学校、はい、小学校、うん、そのまま藤原工業が管理をしてると言ってますけどね、そのままの状態ですね。土地の方は国土交通省が柵を設けて国土交通省のものですというふうな立て看板が立っているという感じですよね。これは平成29年6月にあの管内人の方が勝手に当時勝手に国に土地を戻したっていう経緯から、まあ、そこから国土交通省の管轄かっていうか管理官で置いて、で建物は藤原さんの、うん、管理という形になっています。幼稚園の方って運営自主運営されてるという、もともと平成で、令和3年の3月31日に関西人が勝手に休園をして、4月1日からは自主運営としてその幼稚園の建物でやってまいりました。で令和3年7月の10日に関西人が執行官などを連れてきて、あの土地明け渡し、建物明け渡し、断行してきたんですね。これは学園側に、私たちの方に何ら処分届いてないんです。届いてない中でやりました。小田さん、はい、文章で文書が届いてない中で執行されました。断行されました。で、これは子ども参加ともまだ通ってらっしゃる状態でしたし、保護者の方が質問をされたとしてもそのまま対応していただけてない状態が今の現状だけれども、保護者の方はもう当初から休園って言われた時点で、なんでですかっていうことを保護者会を求めてたりしてましたが、保護者会もされずに今の状況を管内人が強行しましたので、本来休園する条件として大阪府では子どもさん方がいらっしゃらない、在園していないという証明がいるんです。だけれども在園をしています。で園にも来ていません。管内人も来てないし管内人が来てません。その中で休園届が出された、それはどういう休園届なのかというところで、ずっと令和3年4月以降も管内人と対してきましたけれども、7月10日に建物を追い出されて、で年末建て壊し、建物がどんどん潰れていきました。中にある個人のもの、子どもさん方のものにつきましては未だに返ってきておりません。で以前段ボールを取りに行ったことがあるんです。8月に処分されるので取りに来てくださいということで裁判所から通知がありますので行きました。でもそれは個人のもの一切入っていません。なので聞き取るときに、これ本来の個人のもの、お子さん方に返さないといけないもの、先生方にお渡ししないといけないもの、そして私のものも含めて個人のもの入ってませんよと、全部返していただいてませんよということでの書面は出しております。裁判所の当社をしに行きましたら、裁判所の記録にも残っております。ですので管財人が子どもさん方に返してないという状況が分かった中で、もう今在園されているので自主運営を今もなおし続けております。以上です。今はどちらで、日経新聞です、今どちらでされているんですか。それはちょっと子どもさん方がいらっしゃいますので、あの別のところでだけで、はい、させていただきたいと思います。すいません。もうよろしいでしょうか。籠池理事長か、ちょっと南出さんに伺いたいんですけども、はい、今やってる控訴審で、まあ、ちょっと改めてなんですけれども、籠池さんと、真美さんがそれぞれ、この裁判の中で認めていることと否認されていることについて改めて整理してほしいんですけども、それどこを認めてて、どこを認めてないのかっていう、ちょっと単純には言えないですよね、それ。要するに有罪無罪とかいうこの関係において、その事実関係、どここれを認めたから有罪とか、これを認めなかったから無罪とか、そういう次元ではないんですよ。
どこを認めてるのか認めてないのかっていうと、これ恋の問題とか不法領得の意思の問題とか期待可能性の問題、さっき言いましたようなそういうちょっと微妙な部分がありますから、その単純にどこを認めてどこを認めてないのか、それは時系列において要するに例えば補助金の申請の書類を出してるとか、あるいはそれによって補助金が、振り込みがあったとか受領してるとか、そういう外形的事実は存在しますよ、だからその一切そんなもん、例えばね完全無罪のように一切そんなもんもらってないとかね、そんな争いじゃないですから、それは誰によってどうなったかというところが微妙なのであってね、外形的事実だけ追ったところで有罪無罪は出てこないですよ。何が逆に言って何をお聞きしたい、その例えばこういう事件において知っておられる点によってこの点はどうなのかということをおっしゃってくれないと、補助金適正化法の補助金、それが当たると思われ主張されているのはどの事実になるんですか。適正化法前提を知ってないと、とか適正化法違反ということでね、別に立件してくださいと言ってるんじゃなくって、もともと詐欺罪に当たらないので立件するとしても適正化法違反かなというような言い方ですよ、立件するとしても。そもそも理事長で ない籠池康則と真美さんに対して個人に補助金適正化法違反で初めは立件しようとしたわけでしょ。ところが途中で詐欺罪にして個人の2人を逮捕300日拘留したわけですよ。でもともとサステナブル補助金とか学校法人の補助金というのは学校法人という団体に入るものであって個人に入るものではないんでね、そもそもがこの立件をしたというところに初めの段階から無理がある。本来できないはずなんですよね。そうですよね。適正化法違反の主体はその受領する主体なんですよ。その代表者ではないんですよ、行為者は。でだから適正化法違反に問われたときはそれは法人が起訴されるんですよ。で法人についてはだから適正化法は罰金刑が併科されてるわけ。だ法人の場合は罰金刑で対応するん でそういうふうな法律構造になってるんですよ。で詐欺罪の場合はそもそも懲役刑しかないからこれはもう個人にしかないなと、法人というのはありえへんから、そうすると法人の名前で個人がやって、でその法人が入ってきても直接の利害関係があって自分が例えば懐を入れたとかいうようなことになって初めてこの個人の責任が問われるんですよ。だから詐欺罪の構成と適正化法とは全然法律構造が違うんです。そこらも今までやられてる議論とはちょっと違ったニュアンスが本当は僕は感じてるんで。実際平成29年度に29年度に 30% ですかねの罰金刑というか次の年度の補助金はカットされています。それは学校法人に対しての罰金であるということをしてるとしてます いうことだから、その他の罰というかそういうものも受けた中でだったので、当初29年度は私も何も分からなかったですけども、あれこれ法人おかしいなって感じてたのは感じてたんです。で、今になってそもそもの話が変わってきたので、そういう話の言及してなかったんですが、もう今の段階で法人としての罰は受けております。構成要件としては適正化法の場合は受けた行為について懲罰されるんですよ。てか詐欺罪の場合は交付させたということについて処分されるんですよ。全然その構成要件が違うんですよ。だからこれが特別法だということの議論があるんですけど、僕は特別法とは思わない。詐欺的類型の法人処罰化するための法律としては適正化法は作られたように思います。
いや交付を受けてないんだから、だから適正か法違反も問われるはずがないの、個人は交付受けたのは法人なんだから、それを法人の名前で、まあ、いわばダミーとして自分が受けたっていうならば、それはあの解釈として成り立つかもしれないけどね、法人はあの歴然として存在してるわけですよ、法人が受領してるんだから、個人を受けてないんだから、受けたものが処罰されるんだから、受けてない人が処罰されないんですよ、個人は。でましてや詐欺罪の場合は不法領得の意思がないから、なんで処罰されるのっていう、法人が受けただけなんですよ。まあ、法人もそもそも毎年監査を受けてきてましたので、そのあたりもどうなんだということで今ちょっとやってるので、はい、いや大阪府がずっと監査毎年来てましたからね。だから大阪府さんについても、まあ、今回あの学園が子どもたちの休園になるって言った時も、まあ、こういう話もあったので、大阪府さんとしても犯罪により前に出ることはできないという状況が耳にあったのかなというふうに推測しています。あくまで推測です。だから変なところに使ってないというか、例えば私がその補助金もらって、例えばキャバレーに行ったり、なんかどっかでゴルフ場遊びしたりっていう、全くそんな事実はない。ないということは不当領得のものがなかったということになりますからね。ないというないというところをなんで無理罪に陥れるのかというところのバックヤードを皆さん方は考えていっていただきたいと思います。もう5年経ってますから、そろそろ真実がのことを皆さん方も紙面に書いていく、行かないといけない時期に来てると思いますよ、実際ね、うん、これは無理です、絶対。じゃあすいません、会見もちょっと1時間以上過ぎちゃってるんで、もうここで会見はもう終了したいと思います、はい、他何か個人的に聞きたいことがあれば囲みとかで対応していただければと思います、はい、じゃあ会見はここで終わります。はい、はい、どうも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 、はい